が今ないのかなというふうに思いますね。なるほど。ホーキンソン今18番のシンモの前にいて、今ブロックが成功しましたけれども、4月16日の富山戦以来の、まだここをね、守れているので、はい、まあ、信州としてはまだなんとかなってるかなと思いますね。熊谷の2ポイントシュートです。やっぱり来ましたね。やっぱりこういう苦しい時、今シーズンやっぱりこの、その三井がボールを持っているマクエンリーに託して、これは2ポイントのシュートを決まった。マクエンリーの初得点です。サイモンからホーキンソン経由のサイモン拓海、スリーポイント来ました。来ましたね。まあ、先ほど打ったところと同じ位置だったので、この西田と岡田のマッチアップ、ホーキンソンにボールが渡り決めてきた。よく入れましたね。同世代のライバル同士、守備をスイッチ、そして中のホーキンソンへフックショット、沈めてきた。うまいですね。ホーキンソン、ミスマッチできてますね。マクエンリー、マクエンリーの前に西田がいる。マクエンリー入ってきた。自分で行くか。自分で行きました。いいですね。まあ、信州らしい、ミスマッチを使ったプレーでしたね。ないですよね、ミスマッチを使ってからのプレーだったので。ショットクロック2秒です。もらってすぐキャッチアンドシュート。いいですね。今日スタートのポイントガードだった細谷が入りました。中村は下がっています。熊谷のスリー来ました。来ましたね。やはり得点を動かしにかかってますね。132キロあるんですけれどもね、身のこなしは軽いですね。いいですね。上を通して、そしてマケンリーからホーキンソン、ファールがありました。うまかったですね。バスケットカウントエンドワンです。いいプレーですね。しっかりと、マケンリー選手にやはりこうディフェンスもすごく大きいですね。進出取れたらすごく大きいですね。マケンリーが入ってきた。マケンリー自分で行った。いい当たりでしたね。これで5点差になりました。前半終了です。そのホーキンソンにボールが当たった。ミスマッチ、前田、これはスリーか。沈めてきました。見事。よく入れましたね。再び前田、そして空いたワイドオープン、スリーを決めてきた。いいですね。完全に岡田の前には19番の背中が見える西田がいます。スリーポイント打ってきた。そして決めた。このチームにとって非常に大きな存在ですね。そうですね。熊谷がアタックでこれも沈めてきた。ホーキンソンのスクリーン、そして熊谷もらう。そしてホーキンソン、目の前にガードラーがいましたが、ホーキンソンが決めてきました。マケンリーから岡田、岡田入ってきた。いやー素晴らしいですね。見事なカットイン。今マケンリー選手が通したところも、岡田のスリー来ました。前田が入ってきた。ショートコーナーからフローターを浮かせる形。リバウンド頑張ったマケンリー。ホーキンソンナイスフォロー。まあ、ただなんかこう淡々とやってますよね、三河は。長野自分で来た。ブロックホーキンソン守った。信州でした。ピックアンドポップ外に飛び出すようなホーキンソンにボールを託して、再び岡田から前田、今度は来るか。スリー、今度は吸い込まれていきました。そこをどういうふうに決めていくかなというふうに思いますね。はい、マクエンリー、これは沈めてきました。まあ、よく入れましたけども、今ガードナーミスマッチ、手を出して岡田、奪った。岡田優太、おっと、ローレンスセカンド、信州、そして早い展開、ホーキンソンへ。いいですね。しまったもので、はい、それは躊躇してないのでいいと思うんですよね。そして前田のスリー、今度はどうだ。今度は吸い込まれていった。射抜いてきました。